はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、鏡に願いということで、はい、もうキーカードはこれですね。鏡に願いを、まあこれが4枚入ってて、セラの模範、集団失踪、大天使エルズペス、放浪王、エリエットのささやき、シェオルドレッド、むさぼる甘味大口に抹消者、まあ、あとは婚礼の発表、まあ、ここら辺をね、引っ張ってくるっていうね、まあ、そういう感じの動きのデッキなんですけど、まあ、序盤はね、望みなき悪夢であったり、まあ、これはあの鏡に願いようのね、強薬の餌にもなりますし、この大口の餌にもなりますし、でまあとは黄昏の凶楽であったり、労働者へ土地引っ張ってきたり、まあ、あとは、婚礼の発表でね、序盤しのいだり、あとここの、特目2枚もね、序盤しのぐのに非常に有効なカードなんで、はい、まあ、これでしのぎながらという感じですね。はい、まあ、基本的にはトークンを並べることが多いかな。で、最終忠義の特目でサイズが大きくなったり、執念の特目で墓地から戻してきたりっていう感じのデッキですね。さあ、それでは早速やっていきたいと思います。まあランク戦 BO1 のランク戦でね、勝ちやすいんじゃないかなと思って作りました。さあそれじゃあやっていきます。はい、プレイ。さあそれでは7枚でキープ。さあよろしく。赤タンか。これ嫌な展開かもね。さあ望みなき悪夢、いきなり事故りそう。さあ婚礼の発表、結構強いねこれ。3以下の呪文で1点か、鬱陶しいな。ここブロックして2点食らう。いや、少しでもダメージ減らすか。ここでクマパンチ来たらかなりすごい。さあ、執念の特目。まあ、1点食らうけどしゃあないね。もう1枚欲しいね。サイデンゴワシか。黒マナが欲しい。黒マナが、いや来ましたね。それでは鏡に願いよ。これでシェオル持っていきましょうか。
出てきた時タフ5ですけど、相手のターンになったらタフ6になるんで、アナヒリも効かないと。鏡に願いよ。サホロを出します。でカウンターをシェルに乗せていきます。さあ攻撃しない。まあ残念ながら死んでしまいましたが、まあ仕方ないですね。あとはひたすら守る。イケメン捧げて戦術使います。さあ攻撃しない。鏡に願いよ。さあ、エルペス行きましょう。はい、対戦ありがとうございました。まあ野心家いるから大丈夫か。ちょっとね、土地事故がひどいんで、土地2枚でスタートしたくないんですけど、仕方ないですね。野心家いるから、まあね、3枚目は確定で来るとして、どうかですね。なんか何だろう。さあ執念の特目。婚礼の発表持ってかれるな、これは。いいタイミングで脅迫来ましたね。結構強力だな、今は。さあ、労働者出して、平地持ってきます。
ターン終了。どうだろうな、これ微妙だけど。リリアナか。This is my home, and I don't appreciate it when people touch my things. I'm tired of your secrets. 悩ましいな。これ捨てるか。結構でもなんか相手の切り札を潰せそうな気がするんだけどね。さあカード引きます。さあ望みなき悪夢、切り崩しか。2体で殴る、まあ、殴る必要ないか。これはありがたいな。さあカード引きます。さあダック。It's no fun when they hit back.殴っては来ない。取り組みに捧げて戦術に、ここがね非常にいいですよね。さあカード引きます。ん、あ、しまった、間違えた、フードだった間違えた、普通に間違えた。ちょっといいよ。さあアタック。さあサイズがでかくなる。宝物と間違えた。まあブロックでいいけど、はい。とりあえず次ね、シェオル出せるんで、なんとかなるやろ。さあ、シェオル。さあブロック、
ターンもらいます。アタック。さあサイズがでかくなる。まあここはセオルと相打ち取ってもいいかな。あ、厄介なの来たね。やっと特目出せるところまで来たのに残念だな。ブロック。ターン終了。さあしかしもう一対シェオルがいるんで、サブロック。抹消者はいらないか。ライフ回復もまあまあいらんか。さあ、ソウル着地してカード引きます。さあ、メインにあって。さあ、黄昏の狂楽。さあ、さらにカード2枚引きます。だいぶ楽になりましたね。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープします。さあ土地を出してターン終了。相手はなんだ、緑、それは珍しい。どういうこと？あ、アーティファクト出たら2個乗るのか。そういうことね。はい、めっちゃ強いやん。さあ婚礼の発表。警戒持ってるならとりあえず殴っとけだよね。どつき合いで勝てるかどうか。これは強いな。なかなかですね。もう一回切りますか。さあ集団失踪。とりあえずちょっと一回ね。
まあ、次のクリーチャーはね、フォローで追放していけるんで。相手ハンドが1枚あんのかこれ。とりあえずじゃあ捨ててもらおう。もういいですね、母性樹潰せたのはでかいな。さあそれじゃあ婚礼の発表いきます。ターン終了。まあライフあるんでね、強引にちょっと忠義の特目とかで展開していきたいですね。そこはブロックしません。ターン終了。さあまあこっからはどっちの方がサイズが大きくなるか。サブロック。まあとりあえず殴るか。ターン終了。いくらでかくなっても限度があるよね。さあこれでフルパンしてきたら勝ちですね。さあフォロー。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。鏡に願いということで、まあもうこれですね、鏡に願いを、まあこのカードがもう完全に軸のデッキなんですけども、もうデッキ名をもうこれにしました。もうひたすらこのね、いろんな4マナのカードが入ってて、まあこれをね、使っていくというデッキだったんですけど、まあそもそもこのトークンやらここら辺が非常に強いですね。あと特目と、もうこれで押し勝つ
パターンもあったり、本当はこいつを決めたかったんですけどね、エリエットのささやき、まあ、これを鏡に願いをでハンド2枚の時とかにねさせれたらかなり強力なんじゃないかなと。はい、あとはまあ各種ね、強力なカードが入ってますよという感じだったんですけど、結構勝率良かったんでね、赤タン相手とかでも十分戦えるんで、ランク戦上げるのにはいいんじゃないかなと思います。シンプルにこの特目2枚がね非常に強かったですね。はい、そんな感じで、鏡に願いを好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。